イサベル・ナティビダ、ディアス・アジュソは、スペイン・マドリード出身の政治家。国民党所属。2019年8月19日から、マドリード州首相を務めている。国民党マドリード州支部の報道副支部長と、スポークスパーソンを務めている。1978年10月17日、ディアス・アジュソは、マドリードのチャンベリクに生まれた。両親は、 医薬品を扱う商売に従事していた。マドリード・コンプルテンセ大学では、ジャーナリズムの学士号を取得し、政治コミュニケーションとプロトコルの修士号を取得した。2005年に国民党の党員となったが、この際の国民党の青年部長は、パブロ・カサードだった。2011年7月15日には、エングラシアイ・ダルゴの辞任による決意を埋めるために、選挙を経ずに、 マドリード州議会議員に就任した。2015年にはマドリード州議会議員選挙で再選された。2018年4月にはマドリード州首相のクリスティーナ・シフエンテスが辞任し、同年5月にはアンヘルガリードが公認の州首相に就任した。2019年4月2日にはマドリード州議会が解散し、州議会議員選挙の開催が発表された。 4月28日には2019年4月スペイン議会総選挙が行われたが、その4日前の4月24日には、ガリードが国民党を離党して、シウナダ,ダノスに入党した。2019年5月26日のマドリード衆議会議員選挙では、ディアス・アジュソが国民党の筆頭候補となった。国民党は18議席減らして30議席となり、 ライバルのスペイン社会労働党は37議席を獲得した。国民党は民主化後初めて第一党から転落したが、州首相指名投票では26議席のシューダダノスト12議席のボックスからも投票を得て、ディアス・アジュソが州首相に選出された。2020年3月16日、2019、新型コロナウイルスの検査で陽性だったことを明らかにした。 ありがとうございます。